この間のあのふわっちのあの、はい、ライブの、はい、目柄はめちゃくちゃ良かった。あ、マジですか。あ、それまず、ね、いやしろす、いや、お客にも踊ってもらってたから。見た。あれ、めっちゃ良かったな。あれ、扱いいったよね。すげえ良かった。ありがとう、本当に。そういう音楽好きなんですか。いや、なんかもう、いや、まあ、音楽はいろいろ好きですけど。目柄はまず単体ですね。いや、もう、いや、まあ、別に目柄はめちゃくちゃ好きとかなかったんですけど。あ、そう、あと楽しかったから見てて。あ、そう、楽しかったライブ感あるよね。そう、ライブ感あって。ライブにあっててめっちゃ良かったなって。そうなんですよね。踊ってもらって屋敷図に、うん、そう、すげえ踊ってると思って、うん、歌とかやっぱやったりはしないんですか。いや、ちゃんは自分は全然、ね、もう、うん、キングルーの白日知らなさと知ってるわ。時には誰かをみたいなやつでしょ。知らず知らずとみたいな、海に出てる手でしまったりみたいな。無敵の笑顔で荒らすメディア、知りてその秘密ミステリアスは分かったよ。抜けてるとこさえ彼女のエリア、完璧で嘘つきな君は天才的なアイドル様。おおおおおおお。あ、そうなんだ。全然歌やってないですね。歌見たとかあげようよ。いやー、確かに。ちょっとおすすめ教えて。確かに、ちょっと教えてほしい。聞きたいわ、うん。いや、まあおすすめはやっぱモコタンのネーベルかな。ネーベル。ちょっとわかんない。はずいよ。攻めるね。それちょっと。いやいや。聞こ。いや、もうほんと恥ずいよ、うんね、自分好きなのがあのモコタンの、うん、ポケモンの映画のミュウツーの逆襲の曲のやつ、うん、なんだっけな。え、はいはいはい。あ、風と一緒にかな。あ、そう、風と一緒に。そうそうそう。あ、はいはい、あれめちゃくちゃ好きです。ああ、そう、あれめっちゃいい。うん、でも、いや、でもそれで言ったらね、お二人ももう、うん、いやいや、みんなにやってるじゃないですか。いや、でもフラッチと比べたらもう、フラッチはもうバリバリやってますからね、もう出てる。いや、歌むずいよね。むずい。あ、最初はね、歌、あれなんすか。いや、全然、もう普通にゲーム実況とかするもんだと思って、あ、そういうになったんで。気づいたら歌ってた、いっぱい。そうだね。めっちゃ練習したね。いや、すげえ。偉い、めちゃくちゃ。練習してるんだ。すごい。して。屋敷図の。なんで、今です、今もですけど。屋敷図のあれが。とんでもワンダーズが、ああ、よくない。いいよね。あれめちゃくちゃいい。ちょっと可愛いよね、しかも。そう、寄せてるんで元に。そう、あれめちゃくちゃいい。ありがとうございます。ボイトレとかやっぱ走るんですか。はい、あ、ボイトレ行ってますね、週1で。へえ、すごい。週1で。え、はい、もう今も毎週？な、今も毎週ですね。すごい。めちゃくちゃ偉い。すげえ。いいな。いやー、でも行くたびに、いや、俺下手だなって落ち込むんですよね、やっぱり。なんで、毎週課題が見つかる。いや、でもめっちゃいいことだよね。それ伸びしろじゃないですか。伸びしろなんで、うん、そう、いいことだと思ってます。通ってよかったみたいな。どういうそのあれなんですか、課題というか、ここがダメだなみたいな。あ、そうっすね、うん、最近だとやっぱ吐く息の量安定してないとか。難しいことを、そんな、吐きすぎてもね、あかんしね。そうですね、音程変わったタイミングでやっぱり、うん、力ポフって漏れちゃうじゃないですか。言われましてもみたいな。言われましてもなるもんね。ちょっとあんま聞いてもいいか分かんないですけど、うん、それってなんか、1回で何時間ぐらいやるもんなんですか。あ、人によるっすね。あ、そう、うん、そうなんだ、うん。1時間やる人もいれば、僕大体1時間っすね。僕も1時間とかっすね。1時間か。すごっ。もう、みっちりやるみたいな、集中して。うん。確かにね。プロだな。2時間とか結構普通に体力使うから、1時間とか、いいイメージある。すげえ。うん、